県議会の各会派が検討している、議員が感染した場合の氏名の公表基準についてです。自民党会派は、本人の了承が得られればとの条件をつける方向で検討していることが分かりました県議会最大会派の自民党県民会議は先月17日、役員の引き継ぎのため、一部の議員が飲酒を伴う懇親会に参加し、10人が感染。 4人が濃厚接触者として開会中の11月定例会を欠席していましたこれを受け県議会では議員が感染した場合の氏名などの公表基準を策定する予定で10日に各会派の代表者が集まり話し合いを行います自民党県民会議では氏名公表について療養中に家族への差別や誹謗中傷があったかどうか各議員に話を聞いていて 今日から復帰した3人についても聞き取りを始めたということです。3人より前の今月3日に復帰した7人の中には、誹謗中傷があったと回答している議員もいることから、現段階では本人の了承が得られればとの条件をつけたい考えです。今後、3人の聞き取り終了後に総合的に判断し、会派としての結論を出す予定です。一方、野党会派からは、 感染した場合、速やかに氏名を公表すべきとする意見が上がっているということです。